遅いなレイジ。ごめんごめん、待たせ。おう。いやー、休日のキッズパークはのどかで落ち着くね。うん、15分も待ったんだけど。あー、クォーターもごめん、混沌のディープメトロが遅延しててさ。うん、まあいいけどね。公園懐かしい、水浴のチャイルドフッドによく遊んでたな。チャイルドフッド。黄昏のアフタースクールにみんなで集まってさ、白金のコースターで滑ったり、群青のジャングルジムに登ったりしてさ。群青のジャングルジム、何を。無人のサンドプレイスで砂丘のキャッスル立てて球体のマッドボール作ったよね。で、何さっきからコナン見てきた。え、出てくる単語がコナンの映画のサブタイトルっぽいんだけど。ああ、親友のボキャブラリー。あ、それそれそれ、その漢字プラス当て字みたいなやつが。ディープメトロって何、最初の大江戸線。あ、確かに深いけど。最近コナンの映画を月額のサブスクリプションで見たんだよ。普通にサブスクって言ってコナンの映画っぽく聞こえるから、まあ、コナン見たんだね。うん、俺の推理的には新一とコナン同一人物だと思うんだよね。まだそこ知らないで見て。絶対そうだよ、絶対わかると思うけど。あ、で話戻すけど、うん、昔よく鋼鉄のメタルパイプで栄光のキックオーバーしたね。鋼鉄のメタルパイプ、うん、メタルパイプ、鉄棒。おお、そう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 、栄光のキックオーバー。キックオーバーね。鉄棒、難しいんだ。逆上がり。おお、正解。ああ、取った。逆上がりキックオーバーなんだ。難しいんだよな。かっこいいな。あとあれでしょ、戦慄の缶キック。缶キック、缶蹴り。正解。ダサ、缶キックなんだ。缶キックな。俺11人目のストライカーだったよ。それはもうまんまじゃん。最後まで隠れてて英雄になるやつね。ああ、英雄じゃなくてヒーローね。俺のは直さなくていいから。俺はコナン当て字やってないから。あ、そうだ、その缶蹴りしてたやつらとは同様のジュニアハイスクールだったんだけど。同じ中学ね。うん、それはもうわかるよ。もうコナン当て字を理解でき始めた。話は全然入ってこないけど、抜き打ちのファッションチェックがあったのに、俺その日に限って紺碧のホワイトソックス履いてて。紺碧のホワイトソックス、紺碧どっち、白。紺碧のホワイトソックスは紺碧のホワイトソックス。白か青か分かんない。何言ってんの、色めちゃくちゃだよ。一瞬で陰湿なパワハラティーチャーにバレてさ。めっちゃ悪い言い方するじゃん、パワハラティーチャー。4組のジョリー・ロジャーと一緒に怒られたんだよね。4組のジョリー・ロジャー。あ、ジョリー・ロジャーはカナダからの留学生ね。あ、それは普通に名前か。うん、流れ的に当て字かと思った。違う違う、その4組のってイントネーションで無理やりコナン寄せなくていいから。そしたら還暦のセカンドボスが来て。還暦のセカンドボス、セカンドボス教頭。正解。しゃで、教頭がめっちゃ怒ってんだけど。あ、おい、普通に教頭って言っちゃってる。ああ、サボるな。ごめんごめん。還暦のセカンドボスの偽りのフェイクフェアがずれてて笑っちゃってさ。カツラね、かっこよく言うな。何笑ってんだって褐色のフィストで殴られて。あ、フィストはなんだっけ、コナンであったな。拳だ。それはひどいね。で、反省文書けって言われたんだけど、うん、その日に限って黒金のドラゴンフライ削ってくるの忘れててさ、俺。黒金のドラゴンフライ、トンボ鉛筆ね。それはむずいよ、トンボじゃん。なんか悔しくなってきた。で、漆黒の PTA に来てたガングロのギャルが貸してくれたんだけど。なんで保護者会が漆黒なんだ。ガングロのギャルはガングロギャルだな。あれはナイトメアだったな。悪夢だったんだ。あ、この後どうする、女の子ロストシップ。ロストシップ、女の子ロストシップ。うん、ナンパ戦、女の子ナンパ。ナンパせん、あ、女の子ナンパしないって言ってる、うん、無理やりすぎるよ、しないし。あ、じゃあ騒音のサウンドボックス。騒音のサウンドボックス、サウンドボックス、カラオケ。あ、そうそうそう、カタカナにカタカナの当て字してるじゃん。あれ歌おうよ、ユーリのフラワードライ。ドライフラワーって言ってひっくり返しただけだから、もうだんだん雑になってきてるよ。じゃあどこ行く、京安のドンキホーテ。え、あ、京安の電動でドンキホーテだから、電動ドンキホーテって呼んじゃうと京安の京安の電動になっちゃうのか。頭痛が痛いみたいなことか。あ、ごめん、何言ってんだよ。いいよ、謝んなくて、ずっと分かってないから。いや、俺お腹空いてるからさ、駅前のサイゼリア行こうよ。いいね、駅前の格安異文化飯と書いて駅前のサイゼリアね。ああ、違う違う、俺は別にコナンっぽく言ってないから。サイゼリアはもう普通にサイゼリアだから。何頼む。あ、俺は嵐を呼ぶ熱々ミラノ風ドリアかな。嵐を呼ぶ、え、なんか作品変わってない。嵐を呼ぶ爆盛りカルボナーラ大飲食しよう。クレヨンしんちゃんのサブタイトルになってるわ。毎回嵐呼ばないで。あ、ミサイのフィスト食らっちゃうかな。ミサイの原骨をコナンみたく言うなって。あとはのび太と空のフォッカチオ、ドラえもん、アラビアータの囚人、ハリーポッター、新エスカルゴ、庵野監督、無限飲料編も楽しみだな。うーん、もういいや、飽きたからって。